方向膜。方向膜とは、公共交通機関の行き先や、運行区間、路線名などを表示するため車両に設置される膜を使用した装置である。ロールスイン、ロールサインとも呼ばれる。本項目では、ヘッドマークについても記述する。それ以前に使われていた、金属製やプラスチック製の板であった、行き先自主などに変わるもので、 列車やバス等の車両前面や側面に設置される。行き先のみを表示する装置は、行き先字幕や行き先表示幕、種別を示す装置は、種別幕、系統番号や、経由値を表示する装置は、系統幕と呼ぶ場合がある。行き先と合わせて、種別を表示したり、系統幕に種別を表示することもある。また夜間等での視認性向上のため、 行き先等を印字した薄いビニール製などの膜の裏側から白熱電球や蛍光灯等で照らしたアンドン式方向膜とも呼ばれる。日本では鉄道の日や車両基地などの催しで廃品として販売され短時間で完売になることも多い人気のコレクターズアイテムである。ネットオークションなどでは高額で取引されており、マニアによって方向膜を盗難される場合もある。 1990年代以降は発光ダイオードを使った行き先表示器が多用されるようになった。新規製作車両のほとんどがこの LED 表示器を装備しているほか、方向膜を LED 表示器に交換するケースも多い。英語ではロールサインといい、バスのロールサインのデザインは部屋の壁面を飾るディスプレイにもよく利用される。主に、 列車の終着駅や路線名が記載される。経由駅や列車種別を加えたものや、終着駅と路線名を組み合わせた表示もある。また、決まった区間を往復する列車では、両端の駅を表示する場合がある。路面電車では、最終便の表示のみ赤色としたり、その一本前の便の表示を緑色にする例がある。列車種別を記載している場合は、種別を色分けしたり、 走る路線のラインカラーを加えている例もある。車両の正面及び側面に設置される。正面の表示の多くは、運転席窓の上部、または下部に設置される。側面の表示は、窓の上部に設置される。いずれか、あるいはどちらにもない車両も存在する。方向膜は手動、または電動で切り替えられる。手巻きの膜は、 幕の内側に番号が小さく記入されており、ハンドル近くに掲出された行き先対象表と照らし合わせながら、ハンドルを回して表示させる合わせが多い。電動幕は、乗務員室に装備された指令機により、編成中の全字幕表示機を操作する。電動幕の初期の採用例としては国鉄481、軽電車や長野電鉄霊軽電車が挙げられる。 私鉄によっては、東部パスセン系、1万系等ダイヤルではなく、列車種別ボタンと行き先ボタンを押して、表示内容を決定するものがある。また、ダイヤル式指令機では、小田急電鉄や円州鉄道などのように、表記されているのが数字ではなく、表示内容になっている事業者も存在する。電圧比較式、パルスコード式など、スムーズに動くものは、 国鉄では201系や205系など1980年代以降に新造された車両などに多い。同期診断式は駒ごとに一瞬停止する。電動式方向膜を搭載し始めたばかりの頃からの一般的だったもの。103系や113系、183系など国鉄中期以降に製作された車両に多い。系統のみ表示する装置は大阪市電。 南海電鉄半海上町線、原半海電気軌道などに見られる程度で、ほとんどが方向幕に行き先と系統番号が一緒に表示される。大阪市電は戦前は色波表示であったが、戦中に番号に変更した。また戦前の都電では急行、割引、満員等を表示する種別幕と系統幕がある車両が存在した。韓国の地下鉄において、 日本と同様の方向膜があり、近年は LED 化されている車両が多くなっている。ただし、側面の方向膜については、各駅へのホームドア、フルスクリーンタイプ設置によりに困難となるため、使用を中止した車両もある。通常は、行き先をハングルと英語で平気、LED 車の場合、ハングルと英語を交互に表示、公衆地下鉄では中国語、日本語も表示し、 首都圏電鉄の急行、日本の快速に、相当では、日本のような種別行き先ではなく、行き先急行と表示されている。ただし、環状運転を行っているソウル交通公社2号線では、内回り電車を内線循環、外回り電車を外線循環と表示している。かつては単に、循環、サークルライン、その後サーキュレーションに、 変更とだけ表示されていた。またソウル交通公社6号線では、一部がループ線になっているため、ループ線のある高岩方面に向かう際は、高岩循環、高岩ループ線を過ぎると、峰火山と途中で行き先が変わる。いずれも途中止まりの列車の場合、通常通り行き先を表示する。中国の中国国鉄、現在の中国鉄路走行士では、 車体の側面のみ方向膜を設置されているケースが多い。列車番号と始発駅、終着駅が書かれていて中国語で水パイと呼ばれている。高速鉄道向けの車両は LED パネルに列車番号と始発駅、終着駅を中国語と英語で交互に表示されている。在来線向けの車両ではほとんどシールで表示されているが近年は一部が LED 化されている。台湾の台湾鉄路管理局では、種別ではなく、列車名で管理されているため、方向幕には、列車名、行き先が表示されている。また、縦貫線において、途中で線路が、山線と海線に分かれるた、どちらを経由するかが記載されている。LED 化された車両の場合、号車列車番号種別、列車名経由行き先の順に表示される。 インドネシアの KRL ジャボタベックの各車両にも方向膜が装備されており、行き先と列車種別が表示されている。バス前面、側面、後部に表示される。側面の表示には多数の経由値が掲載される。路線バス後部の方向膜は北海道では装備していない事業者が多い。1950年代には装備されていたが、 1970年頃導入の新車から廃止が始まった。なお、現在は、上鉄バスでは1997年から2000年に自社発注で導入、及び札幌市営バスから引き継いだ、同時期のバス車両には、方向膜の LED 化と、並行して後部に方向膜が装備されるようになった。2010年代に入ると、フルカラーの LED 表示が、バスにも波及し始めている。 この他に、かつては、名古屋鉄道、2004年に名鉄バスに、分社が1970年代、おおむねディーゼル車の排出ガス規制が、計、昭和54年規制の適用を受けていた時期までに導入していた、路線車両で、後部方向膜を装備していない車両が多かった。また、遠州鉄道も交通バリアフリー法が、施行されるまでの導入者では、後部方向膜を装備していなかった。 また、東部バスでは、観光地を除くと、最後の利根川以北の車庫であった境車庫の配置者は、朝日自動車に関される2000年まで、後部方向幕の装備車はなかった。系統番号や、経由地などが別の幕に記載されることもある。また、高速バス、都市間バス、中距離、郊外路線、近距離団地路線などでは、終着の停留署名ではなく都市名あるいは大まかな。 地名を記載し、分かりやすくする場合、例、都の城、筑波、土浦、団地など、いや、究極的には、終着停留署名と一致しない場合、新化沼もある。これらは、ターミナルなどで、インデックスの役割を果たすためである。また、行き先となる駅の所属路線名やバス路線向かう、方向などの情報を方向幕の地の色によって、示している路線もある。 循環線などの場合、一つの方向に対して複数の表示を用意し、適当な停留所を通過するごとに乗務員が操作して、表示を変えるという形をとる場合が多いが、始発から終点までの経由値を矢印でつないだりする、ことで一つの表示にまとめることもある。また、LED 式の場合、表示の変更が容易なため、走行中に途中経由値の表示を変えることができる、西バスなど、 マ式のものと違って物理的な限界がないためメモリーカードの容量の上限までコマ数を増やすことも可能である。事業者によっては幕を照らすランプの色を変えて最終の一本前緑色最終赤色を示しているところがある LED に取り替えられた路線では端の LED の点灯色を赤や緑として示している。 また、東急バスや横浜市営バスなど、幕自体の字色を変えてシ民やバスである旨を示す、事業者もある。前述の2社は共に緑地に白文字、LED では緑枠としている。また、イベントではないが、停車中に、後方の表示器に、衝突注意を表示するバスもある。青森県の広南バスでは、他社局から購入した車両のうち、 後部方向膜を装備している車両は、方向膜の上に広告ステッカーを貼っている。なお、広南バスでは、膜表示の車両は、五所川原市内循環100円バスのみ後部方向膜を使用していたが、2012年初夏の車体更新で、後部方向膜を撤去した。ただし、2016年10月1日の路線再編により、前方方向膜の使用開始した。 特殊な例として、熊本県内を走る熊本バスでは、一部を除き、車両の後方方向膜は、熊本バスと、社名表記に固定された状態となっている。また、青森市営バスでは、車両の後方方向膜は、電光表示物を除き、表示窓の部分に、青森市営のステッカーを貼っている。また、イベント時には特別なイラストやデザインを施した。 行き先表示を行うことがある。例として、西鉄バスでは、AKB484 ファーストシングル選抜、総選挙開票イベントが開催された折に、変更が容易な LED 表示機の利点を活かして、全面や側面を当該イベント仕様にしたバスを運行したことがある。方向幕表示パターンの多い例として、神奈川中央交通山と営業所、現、 神奈川中央交通東山と営業所に240、表示の製品が導入されたことがある。正面、側面、最後尾に設置されるが、何かがないない車両や一部をサボなどで表現する、車両も存在する。中国では前面及び側面に3桁表示が、可能なセブンセグメントディスプレイのみ設けられていて、バス停に番号に対応する停車表が設置されている。韓国。 台湾では路線番号と共に両端のバス停名を表示しており、バスを見ただけでは、それがどちら側に行くのかわからない場合が多い。そのため、フロント部分に行き先を記載した紙が掲示してある場合もある。なお、韓国のバスは行き先や経営等をバス車体に直接貼り付けたものが多く、その路線でしか使用できないのが大半である。日本のような 回転式の方向幕がついていない車両が大半。表示は現地語でしか表示していないことが多かったが、近年導入されている新型車では LED 式表示器を利用したものが多く、現地語と英語、韓国の市内バスの一部は日本語、中国語、台湾のバスの一部は日本語と、韓国語も表示を交互に表示するになった。また LED 表示器では、 先日の鹿児島市交通局のように、設定により行き先以外の内容を表示させる場合も、ある。台湾の東津ラネ客運などでは、左折、右折、発車の際の後続車への注意喚起、自社のバス路線宣伝や、旧正月前後に、金河新年などと表示されている。ヘッドマークとは、鉄道車両やバスの列車、系統番号等を示すために先頭部、後尾部、 車体側面に取り付ける板内紙は表示幕のこと。板状のものは相性版とも称される。また、後尾部に取り付けられている場合はテールマークバックサインと呼ばれ、ブルートレインではブームとなった1979年頃から盛んに行っている。先頭部に付けられた板状で主に目的地を記したものは鉄道ファンの間で俗に前、サボとされ陳調される。意味としては、 前サインボード。日本では特急列車に使用される列車愛称とそれにちなんだ絵柄を用いたものが広く知られている。戦時中、特急の運転を中止していた日本国有鉄道は1949年特急平和の運転によって特急の運転を再開。平和は翌1950年特急つばめと解消される。この時、 大阪鉄道管理局の赤下隆が列車の最後尾につけられるテールマークを機関車の前面にもつけることを発案。これがヘッドマークの起源と言われている。電車、機動車の特急系車両は当初白地に紺色文字で日本語、赤文字でローマ字表記をしていたが、1978年10月改正を皮切りにイラストの採用が始まり、 1985年3月改正までにすべての特急列車がイラスト入りヘッドマークに変更された。国鉄分割民営化後は783系を筆頭に相性表示器を装備しない特急車両が次々と登場したことからヘッドマークを装備した特急列車は全体的に減少傾向にある。その一方、651系では新たに LED を 使用したヘッドマーク表示装置を開発、多彩な表示が可能なことから他社でも追随する例が、デテオ国鉄型車両でもヘッドマークを LED 式に改造した車両が登場している。新幹線車両は全面部への取り付けが技術的に困難である。ただし、新幹線車両であっても、花とも通称された連結機カバーを持つ車両 200系では装飾実績があり、1987年3月の国鉄分割民営家事や各車両の引退時などでマークが付けられた実績がある。2003年に開催された日本シリーズでは開催地が山陽新幹線沿線であったことから700、軽電車の全面走価福岡大英ホークス、当時と阪神タイガースの両球団マークを貼り付け、 ホークスタイガース応援列車として走行している。1970年代には特急列車のうち定期客車列車が寝台列車による運行のみとなったことにより合理化、省力化のため牽引機関車にヘッドマークを設置しない事例が多かった。これは当時の労使関係によるところが大きいとされているが例外的に東京機関区が 電気機関車の運行を担当した東京駅発着で、東海道、山陽本線経由の列車、いわゆる九州ブルトレ群については設置されていた事例が多い。通常運行される特急列車以外では、イベント列車、記念列車、あるいは車両の引退間際や、車体広告の一環として、特製のヘッドマークがつられることがある。定期の貨物列車においては長らく、 ヘッドマークが取り付けられることがなく、コンテナ専用列車、宝、1959年11月運行開始の、車掌車にテールマークが取り付けられた程度であった。定期貨物列車にヘッドマークが設置されたのは、1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正で運行開始した、スーパーライナー、東京貨物ターミナル駅、新鶴見信号場畑製操車場。 下関貨物駅間6本で、牽引を担当した水田機関区の EF66 型に取り付けて運行された。以降は、旅客列車と同様合理化、省力化のために取り付けは、基本的に行われていないが、2000年代以降では、毎年夏から秋頃に、広島車所が、一般公開の告知を兼ねて、ヘッドマークを装着して運行している。 JR 以外の鉄道会社では通勤軽車両にヘッドマークを装着することが多く、その中でも阪急電鉄、京阪電気鉄道、西武鉄道、京王電鉄の大手私鉄4社は定期列車へ積極的にヘッドマークを装着している。一方私鉄の中には専用の特急軽車両を保有する事業者もあるが、これらの車両のヘッドマークは文字のみというケースが多い。 バスでは、相性や系統を示すためにヘッドマークが掲出される。例えば、都営バスでは、都市新バス系統の車両について、フロントガラス下部にヘッドマーク、丸型、相性版が取り付けられている。過去には、冷房車であることを示すヘッドマークなどが検出された、例もある。また、特定の列車に接続するバスに、列車と同様のヘッドマークを検出することもある。 例えば、1八十七年から数年間、小田急電鉄小田原線で休日朝の休行のうち一本を丹沢号として運行したに、渋沢駅で当該列車からの接続を受ける神奈中バス、大倉駅に同じデザインの丹沢号ヘッドマークを掲出した。この他に観光地や観光イベントの宣伝目的で、京都府の京都京阪バスでは、京阪無事バス時代には、 観光客への沿線のアピール及びイベントの宣伝として2006年度より一部のバスの前面に数種類ヘッドマークを装着していたが現在は廃止された。京阪バスでも市場なわてし、コミュニティバスや現在廃止されたクルッとバスや八幡市南北線で運用の車両については磁石式のヘッドマークを取りける。ただし、一般系統などに充当される場合は外される。 これに似たケースとして、バスマスク、俗称として、よだれかけなどと呼ばれるものがある。これは、フロントガラスの下に布を貼る、垂れ幕を下げる方式であり、近年多く見られる。都営バスにおいても過去に、都市新バスカイツ tobus.jp、広告、都議会議員選挙啓発、西区税一試験運行、街頭路線運用者のみ、など、多数の実績がある。 また、パスも導入路線では、導入開始後から、しばらくの間は、パスもご利用いただけますと書かれたピンク色の幕を下げて、運行することとなっている。また、京阪バスでは、各種イベント及びキャンペーン実施時に、及び寝屋川営業所管内では、寝屋川警察署によるひったくり防止運動の垂れ幕を、掲出する。ことでん、バスでは本来専用塗装車両が使用される。 ショッピングレインボー循環バスやイオン高松線が検査などのため一般車両で運行される際に垂れ膜を掲出している。また方向膜が膜式の頃は運行頻度の少ない路線において方向膜の代用として掲出するケースも見られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。